コンフィルタッチローファーですね。ボリューム感のある厚底が印象的。細部までこだわり、機能性もデザイン性も追求なんていう商品が出ています。サイズも小さいサイズと24.5、26はないですが、その他のサイズは全部揃ってますね。3990円。1000円引きかな。こちらカラー09のブラックと37番のブラウン。でも私たちの世代だと、ね、60代、学生の時に履いていた、本当にコインローファーですよね。懐かしい感じ。もうちょっとね、厚底になっているので、それが今風かな。で、こんな風に、プリーツスカートと合わせて、ね、履くっていう。足元だけカジュアル感。カジュアル感？まあ、カジュアルっていうか、ローファーなので、学生っぽい。っていうかね、まあ、コンサバティブですよね。プリーツに、コインローファー、ローファーですね。これね、ここの真ん中にコインを入れたからコインローファーなんて言いましたが、はい、ローファーです。厚底タイプ。結構厚みがありますね。で、裏、ゴム底なので歩きやすいです。今日も、昨日ね、東京雪が降って、結構ね、つるつる滑るんじゃないかなと思いますが、ゴム底ですよ。で、しっかりこれ、縫い目もね、できてるじゃないですか。作りがね、お値段の割にはしっかりしてますね。クッション入りのクラシックなローファーは、厚底ソールとボリューム感のあるつま先がモダンな印象。私たちが履いていたローファーとはちょっと違う厚底。で、まあ、履きやすいタイプの靴ですよね。で、いろんなタイプのものと合わせられる。今季のトレンドの、まあ、スポーツミックスなんかで、スポーツウェアみたいなので、こんなローファーをね、履くっていうのもいいかなと思います。こちらが3990円に値下がりしています。ブラウンの方は22.5以外のサイズは全部ありますね。でもやっぱり黒の方が合わせやすいかな、いろんなタイプに。はい。これもちょうどドンピシャな23から24なんていうね、このたくさんあるようなサイズが残ってますね。24.5以外はね、はい、26はないですが、こちらが3990円です。あとこのペインターパンツ。ペインターパンツ。ゆったり履けるワイドストレート。ワークパンツらしいディティールにこだわった一本。これもね、サイズ展開多いですね。こちら34番のブラウンは、大きい XXL と 3XL 以外のサイズは残っています。1990円ですよ。安いですね。ペインターパンツ。これもトレンド続行ですね。ベージュっていうのも、まあ、春夏トレンド続行カラーです。もう少し薄いベージュが本当はね、いいんですが、ミルクティーのような色。まあ、これもミルクティーといえばミルクティーかな。で、このブルーのシャツ。シャツも、ペールトーンのブルーのシャツはトレンドカラーですね。この色の配色、白にブルーにベージュ、綺麗な配色ですね。ウエストは、ちゃんとベルトループもついているけれども、ゴムになっていて、サイズ調整ができます。色が3色展開。で、楽ちんに履けるワークパンツですね。ポケットもついているし、サイドポケットも後ろのポケットもついている。これだったら春まで続行で着られそうなアイテムですね。まあ、新しいタイプのワークパンツもカーゴパンツもパラシュートパンツも出ているので、その辺とね、あんまり変わりがなくっていいなって思う方はこちら1990円おすすめです。他の色も見ていきましょう。こちらがブラウンでしょ。で、01のオフホワイト。これはね、全サイズありますね。オフホワイト綺麗ですね。やっぱり。なんか夏、春夏っぽいじゃないですか。そして、ネイビーも全サイズあります。1990円。ちょっと詳細見ていこうかな。コットン100%、ミドルウエスト、ワイドストレートシルエット、着脱しやすいウエストゴム仕様、ワークパンツらしいディティールへのこだわり。
後ろポケットはパッチ付きで、右側のみボタンあり。はい。で、店頭での補正も可能。股下サイズですね。はい、透け感はなし。ボトムスフィットややゆったり、パンツシルエットストレート。ポケットあり。カットオフで補正したい場合は、ご指定の長さでカットして、ほつれ止めとして0.5センチ上を、縫ってくれるっていうことですね。はい。こちら1990円。春まで着られる。パンツです。そして、もうね、すっごく安くなってるものもいっぱいありますよ。今日気になって見ていくのはこのあたりですが、リブハイネックティーの長袖なんていうのも春まで着られますね。ストレッチ性があって、心地よくフィットし、ラインを拾いすぎない広めのリブ。この水色は、大きいサイズがないですね、ブルーは。そして、59番のダークグリーンはね、全部あります。ブラックも全部あります。ライトグレーも全部ある。オフホワイトも全部ある。このトレンドカラーのブルーのみ、XSSM っていうサイズのみってことですね。1290円。このね、まさにこのカラーがトレンドカラーですね。でも普通の白とかだったら何でも合わせやすいですし、ね、こんな風に、合わせてもいいですね。この色は出てないですね。本当はね、この辺の色もあったってことですね。でも今回、値下げのには出ていないです。この色とかも合わせやすいですね。リブハイネック、長袖、心地よくフィットしながらボディラインを拾いすぎない太めのリブ幅。透けにくく安心感のある生地、ストレッチ性があってしなやかな着心地。1290円。これも着れますね、これから。これから春先まで着れるリブティーです。なんか、どうせ買うんだったらね、もう春まで着られるようなタイプのもの、いいですよね。そして、ワイドストレートのカーゴパンツ。これも1290円。コットン100%素材を使用したワークパンツ。楽に履けるウエストゴム仕様。色が3色展開。こちら53番のグリーン。大きいサイズ以外は残ってます。30番のナチュラルなんていう色もいいですね。はい。そして、これもね、全サイズありますよ。08のダークグレーも大きいサイズ以外はあります。1290円。ダークグレーなんですね。これグレーなんですね。ちょっとブラックっぽくは見えますが。サイドにポケット付き。結構そんなにダボっとした印象はないですね。結構ストレートな感じ。はい、ポケット付きです。ちょっと商品詳細見ていこうかな。本体はコットン100%、ワイドシルエットで旬な着こなしができる。ワイドシルエットっていうほど大きくは感じないですけどね。ウエストゴムで楽に履ける。こだわりのワークパンツのディティール。脇両サイドにカーゴポケット、右後ろにはフラップポケット付き。はい。ポケットあり、洗濯機、洗濯可能、ドライクリーニングも可能、乾燥機は不可。で、こんなスタイリング例なんていうのも出ています。白結構綺麗ですね。でもカーゴパンツならではのカーキーなんていうのもね、いいのかな。結構丈が短めに見えます。丈短めで皆さん履いてますね。これももちろん春先まで履けるパンツです。あとソフトニットフリースクルーネックティーなんていうのもね、これももう着れますね。暖かく柔らかく軽いフリース。手軽さはそのままにニットのような見た目で上品さを両立。カラー展開も多いです。このね、03のグレー、霜降りっぽいグレー。そして01のオフホワイト。こちらはダークグレーですね。で、ブラック。
ライトオレンジ、ベージュ、まあ、全部なんか霜降りっぽく見えますね。このベージュなんかも。で、ダークグリーン。そして、パープルですね。1290円。今から着るのにぴったりな感じではないでしょうか。これ1枚買っとけばよかったな。明日から私は九州の大島っていうところにヨガリトリートに行くんですが、そういうね、ヨガリトリートの時にやっぱりトレーナー必要なんですよね。ちょっとこう、肝感があるように見えますね。霜降りな感じ。で、フリースだからやっぱりあったかいでしょうね。あ、1290円。今日頑張って買いに行こうかな。これはヨガウェアの上に1枚着るのにいい感じ。いけるかな、今日。まあね。慌てて買うことはないのですが、もっと事前に見ておけばよかった。何かオケージョンでね、こういうことがあったらこういうの着ようっていうのがあると、ワンアイテムプラスしやすいですよね。暖かく柔らかく軽い着心地。ニットのように肝で、美肝ですよ。少し肝をさせた生地で温かみのある風合い。洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単。袖口にボリュームをプラスした丸みのあるシルエット。1290円。いいですね。色はやっぱり白かな。はい。まだまだね、今日みたいな寒い日はね、これ1枚では無理ですが。で、ヒートテックのブラ、タンクトップなんていうのも値下げになってます。で、ヒートテックのブラの U ネックのね、8分丈も値下がってますね。今日はこのコンフィールタッチローファーとか、はい、リブハイネックティーとか、カゴパンツとか、ウルトラファインメリノクルーネックカーディガン。これもね、まあ、ちょっと前も値下げされてましたね。ファインメリノクルーネックカーディガンの長袖。01のオフホワイト。04のグレー。サイズありますね。まだまだ。09のブラック。69番のネイビー。サイズいっぱいあります。2990円。色展開はね、本当はもっとたくさんあったんですね。綺麗な色展開。お安くなってるのはベーシックカラーのみですね。これ洋服のね、お手入れの仕方、ニットの洗い方、洗濯機編とかね、あるじゃないですか。これいいですよね。これ見て、そのままお洗濯すればいいんですもんね。ネット。はい。1枚ずつ洗うのがおすすめ。そしてね、ネット1枚に対して1枚を入れるのがいいですね。私もお洗濯の仕方みたいな動画も出してますが、ユニクロさんがこういうのつけといてくれたらいいですね。干す前にシワを伸ばして整える。でね、平置きがいいんですよ。このネットね、すごいおすすめです。1枚ずつ平置き。ね。まあ、こんなね、スチームアイロンかける必要はないかなと思います。そんなにシワにならないですからね、平置きで干しておけば。でもね、お洋服はやっぱり手入れするのとしないのでは全然持ち方が違いますからね。よかったらこの動画見て、ね、ユニクロさんのサイトから、はい、ネット洗いでしてみてください。さあ、あとは、お部屋着が多いですが、カゴパンツ見たでしょう。ブラッシュドジャージ、ジャンパースカートなんていうのもありますね。ジャンパースカート、履かないな。まあでも、お家の中で、この間そういえば、ホームパーティーで、お友達がジャンパースカート履いてて、ホームパーティーとかはちょっとおしゃれな感じで、ね、ジャンパースカートいいのかななんて思いました。フィット&フレアの美しいシルエット。いろいろなレイヤードができ、着こなしの幅が広がる。丈感も結構長めでいいですね。大人っぽいかもしれない。すっきりしてますね。この切り替えっていうのね、結構ポイントなんですよ。こうウエスト、もうこんなとこね、バストラインギリギリのところなんですが、この切り替えによって、すごい足長効果に見えますよね。しかもここ縦にラインが入ってるじゃないですか。これね、細見え効果の縦ラインですよ。V ネックなので、ね、襟元すっきりしてるし、まあこれはレイヤードで、下に何か着ないと着れないですけどね。はい。レイヤードで、そうですね。これから春先になるとしたら、ちょっとね、シアー感のあるものとの組み合わせでもいいですね。ポケットもついてます。ね、裏地はないですね。このね、ブラッシュドっていう、
これですよ。ブラッシュドジャージ。これね、優れもんだと思います。あ、ただし05のグレーはもうないですね。こちら、09のブラックの S サイズがあります。ダークブラウンも S サイズのみってことですね。S サイズか。どうでしょうね。まあ、私は S でもいけそうです。1990円。はい。サイズ表記をね、しっかり見て S サイズで OK っていう方は、お安いですね。いいかなと思います。やっぱりここまでお値段が下がっているものなので、ね、サイズがそんなにたくさんないですね。まあ、それに比べしたらね、このパンツ類とかは結構ありましたね。ヒートテック、ウルトラ、ストレッチ、ハイライス、レギンスパンツっていうのもありますね。デニムの方もあります。カーゴパンツでしょ？このブラッシュドジャージ、ジャンパースカートは小さいサイズしかなかった。あとね、全体的に見ていきましょう。このね、パフテックオーバーサイズコートはもうサイズがなかったです。で、このパフテックブルゾン。これはね、小さいサイズがありました。見ましょうか。だから、小さいサイズ OK っていう方は、この XS っていうサイズですね。これね、ブルーもこちらのブラウンも XS のみ残ってるんですよ。1990円。これ一番ね、なんか、なんだろう、一番下のインナーで着るんだったら XS でも着れるかな。まあでもこれは、ね、小さいサイズの方はお買い得。ユニクロ C は小さいサイズがやっぱり残ってましたね。このパウダーソフトダウンジャケット。ね、これもこういうのふかふかの。でもこれ4990円でしょ？シームレスダウンパーカーも5990円。それにしたら、このライトダウンジャケットがすごい安いじゃないですか。2990円。ユニクロ C ですよ。でもね、これも小さいサイズしか残ってないんですよ。XS です。ブラウンの、ダークブラウンの XS のみ残ってます。2990円。サイズが合う方は超お買い得。ね、超お買い得ですよ。ちょっと XS はね、厳しいな。まあ、お友達にはいますよ、もちろん。XS のみ、そのサイズしか着ないっていうね、方いらっしゃいます。で、ファーリーフリースは、このね、1990円は当たり前なんですが、ここですよ。990円のファーリーフリース。これもね、ちょっと前から990円で出てるんですが、あ、もうさすがにないかな、サイズ。このカラーレッドなんていうの残ってたんですけどね。あ、さすがに売り切れてますね。はい。全サイズないかな？これは990円はさすがに売り切れてました。もうほんと底値の底値ですもんね。もしかしたら店頭に1枚ぐらいあるかもしれないですけど。はい。そして、あと、すごいお値段下がってるものはね、あ、この辺ですよ。このユニクロ C のオーバーサイズジャケット。この無地も、チェックも小さいサイズしか残ってないんですよ。XS のみです。ね、ネイビー。そうなんです。小さいサイズの方は超お買い得。このチェックの方も、あ、チェックの方は XS と S サイズが残ってますね。ブルーの68番ブルー。S サイズだったら結構ユニクロ C は大きめにできているので、私は S サイズは着られますね。1990円ですよ。すごい。スポーツミックスなんていうのが春夏まで続くので、で、結構カジュアル感があるけど、モダンな印象もありますよね。ブルーなんか特にすっきりしていて綺麗かなと思います。ね、こんな綺麗なの。1990円。これは超買い得ですね。ちょっと概要を見ていきましょう。XS の方。はい。ギャザー感のある肝素材、オーバーサイズシルエットって書いてあるでしょ？だから、普通の M サイズの方でも S サイズ着れると思います。胸元のダブルポケット、サイドから手が入れられる。裾のボタンでシルエットの調整が可能。はい。75%のポリエステルと肝。ね、15%の肝が、ウール毛があって、トップスややフィットってね、ややゆったりって書いてあるので、
S サイズ、通常の M サイズの方は着られるかなと思います。1990円。色はこちらのブルーですね。茶色ではなくてブルーの方です。1990円は安いですよね。サイズがね、合えば超お買い得商品が残っています。あと気になるのは、このボアジャケットとかもね、いいんですけど、ちょっと子供っぽいんですよね。私たちが着るにはですよ。フリース、フルジップジャケット、これ1990万もうちょっと当たり前みたいな感じになりましたね。で、男女兼用のブラッシュド、ツイルオーバーシャツ。この辺もね。これ、さっきのジャンパースカートに合わせて着たりしてもいいですね。同じブラッシュドツイルなので。そして、ダブルフェイスショートコート。ね、これも3990円。そしてですね、残念ながらこのダブルフェイスラップコート、ユニクロコントワーデコトニエね、それとユニクロ C の同じくダブルフェイスラップコート。この辺もね、もう小さいのしかないです。そうなんですよ。ダブルフェイスショートコートはどうですかね。もう、これはね、逆に大きいサイズが残ってますね。ダブルフェイスショートコートの01のオフホワイトは 3XL。ちょっと大きすぎますよね。そして、03のグレーはない。69番のネイビーは小さいサイズ。もう小さいか大きいかっていうサイズですね。小さいか大きいかのサイズだったら3990円のお買い得。ね。サイズが合えば本当に超お買い得です。真ん中のサイズはそれはなくなってしまいますよ。このお値段じゃね。で、ユニクロ U のパテットショートピートコート。ね。これもね、あれですね。このコントワーデコトニエのウールチェックロングコート。これすっごい可愛いんだけど、39,900円はちょっと、バーって見てきて、値段がここまで安いと、これがすっごい高く感じますよね。でも、安いんですよ、値段的にはね。これはもうね、なくなってしまいましたね。ユニクロ U。2990円の B コートはなくなってしまいました。さあ、ユニクロ U は小さいサイズか大きいサイズ。この辺は小さいサイズしか残っていない。売り切れのものもあるのでね。ライトダウンジャケットも小さいサイズしか残っていない。何かお気に召すものはありましたでしょうか？これ、ちょっと見てみようかな。39,900円。ないじゃないですか、サイズ。これもやっぱりね、ウールチェックロングコート。これはもう売り切れちゃいました。チェックコート可愛いですよね。そういえば昨日ユニクロさんの、外国人がすごいたくさんユニクロの商品買っているっていうテレビを見たんですが、すっごいね、値段、海外で買うと1.5倍なんですって、ユニクロはね。だから日本で買うのが一番安いっていうところで、いっぱい大量買いしてるんですが、刺繍するのがすごい流行ってました。ユニクロの3,990円のカーゴパンツに、自分のオリジナルで今ユニクロさんね、刺繍してくれるので、名前を入れたり、このたくさんある刺繍の中から選んで、で、刺繍してもらうっていうので、3,990円のカーゴパンツが1万円弱ぐらいにね。それでもね、皆さんね、刺繍入れてましたよ。ライト V ネック、カーディガンとか、この辺のニット類も安いですね。エクストラファインメリノクルーネックセーター。1,290円ですよ。これも色によるんでしょうね。極細メリノウール100%の光沢感と滑らかさ。着回ししやすい定番のクルーネック。これもね、XS しか残ってない。1,290円です。他の色も。こちらのね、ブラウンは XS と S が残ってますね。ブラウン。グリーンも XS。ブルーも XS。小さい方お得ですね。ピンク残っていなかったです。あんまりたくさんサイズもね、作らないとは思うんですが、XS っていうね、サイズの方があまりいらっしゃらないっていうことですかね。
そうですね。私の周りでも XS の方、2人だけいますね。セーター類ですね。はい。カシミヤクルネックセーターとかね。5,990円。エクストラファインメリのリブタートル1,290円。この辺のセーター。カシミヤタートルセーター。どんな色が残ってるかな？残ってないじゃん。あ！31番のベージュは XS と XXL と 3XL が残ってますね。ベージュ綺麗ですよね。あ、ただ私のサイズはなかったです。これも同じです。白もね。小さい、一番小さいのと大きいの。グレーはない。ブラックもない。ピンクがやっぱり同じですね。真ん中のサイズがない。あ、41番のイエローは一番小さい XS のみ。そしてネイビーはないっていう感じです。カシミヤのタートル、あったかくていいですよね。私、カシミヤのこの間ね、白いクルネックを、なんか白だけ4,990円で売っていたのを買って、すごい重宝してます。で、カシミヤの白ってなんか汚れそうで嫌じゃないですか。でも4,990円だったら、着れちゃうんですね。この辺の心理っていうのも不思議なもんです。はい。あとは、スウェットフルジップパーカーとか、春先まで着られそうなアイテムも残ってますね。3D スフレヤンタートルネックセーターなんて、まあ、このワンサイズ、このワンカラーだけなんですが、990円ですね。3D メッシュクルネックセーター、1290円。プレミアムラムクルネックセーター、1290円。これですよ。ソフトニットハイネックセーター。この黄色持ってるんですよ。1290円ですね。はい。ニット類今年あんまり売れなかったって聞いてますね。メリノボーダークルーネックセーター、コントワーデコトニエが5,990円。セーター類も結構いっぱいありますね。サイズが合えばお買い得。このヒートテックフリースタートルネックティーなんていうのはまだまだ、この3色だけね、990円で残ってますよ。綺麗な3色が残ってますね。この水色。あ、これもでも XS のみですね。あ、みんな XS のみだわ。黄色も、イエローも。パープルも。あ、パープルはね、L が残ってます。パープル L サイズ。ね、これいいじゃないですか。990円。お買い得。あと、こっちの方はね、残ってないんですよ。全部ベーシックカラーは残っていない。残ってないですね。これいいじゃないですか。L サイズ、パープル。ね、990円。お部屋の中で着てもいい。うん。いいですね。っていうところでしょうか。まあ、やっぱり最初に出てきたカーゴパンツとか、春まで着られるものとか、その辺がおすすめですね。あと、ローファーですね。ユニクロ C のローファーとか。はい、このね、リブ、ハイネックセーターやりましたね。この辺。これ、ボーダーもあります。こっちのタイプは、リブ、ハイネックティーの長袖の、こっちのお色は790円ですね。さあ、残っている。あ、この辺、すごいサイズ残ってますよ。31番のベージュは L 以外残ってる。このベージュのみなんですね。なるほど。他の色は残っていない。あ、パープルの XS が残ってました。他は残ってないですね。ベージュのみ。こんなにサイズが残ってます。まあ、31番のベージュってもうちょっと黄みが強いですよね。黄みがかっているので、結構合わせやすいカラーじゃないですか。この790円。これはね、結構お買い得かなと思います。790円ですよ。さあ、そんなところかな。あと、まあ、テーラードジャケットもお安くなってます。春に向けて。新入社員の方とか、いいんじゃないですかね。ということで今日もお付き合いしていただいてありがとうございました。今ね、本当に外国人観光客の方が
こぞってユニクロさんですごいお買い物してますよね。はい。刺繍が人気だそうですよ。自分のオリジナル刺繍。名前を入れたり、ね、たくさんある刺繍の中から自分の好きなものを選んで刺繍するっていうのがすごく流行っているそうです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案している、スタイリングカウンセラーの沢木優子です。よかったらチャンネル登録お待ちしています。もう少しで3000人になります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。